それでは両プロの入場です。大谷マモプロ、続きまして安食健一プロ、それではこれよりファイナルマッチを行います。
Thank you.
ウィナー、アジキケンイチプロ。ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパンステージ10北海道ジャパン優勝はアジキケンイチプロでした。おめでとうございます。嫁さんが北海道函館出身だったんで、絶対この北海道で勝ちたいなと思ってたんで、すごく嬉しいです。すいません。アジキさんとはもう20戦以上やってるんですけど、まだやっぱ勝ったことがないんで、今日はちょっと
いつもより気合いの方が入ってたんで、正直いけるかなとは思ったんですが、まあ、それ以上に力の差をもう見せつけられましたね。プロツアーに参戦して、やっぱりシングルスの方優勝したことがないんで、やっぱ優勝という目標でもこれからもちょっと戦っていきたいですね、はい。まあ、あんまり言いたくないんですけど、もう2年ぐらい決勝に上がれば負けてないですまあ今日は入ったらいいなって思いながら投げている中から、まあ感覚を掴んで、あ、こう投げれば入るんだっていうのを、まあ2戦ぐらいやったら掴めたんで、それをずっと繰り返してたって感じ、はい。できればあと残り全部勝ちたいっていうのは多分僕以外誰もが思ってることだと思うんですけど、その中でも取りこぼしがないように、やっぱ一戦一戦、一大会一大会、一戦一戦頑張って一個でも多く勝って、まあ最終的にやったーって喜べるような順位で終わりたいかなと思います。